小三元とは、麻雀における役の一つ。三元杯のいずれかを弱刀とし、残り二つを、国詞もしくは、講師にすることで成立する。袋か。小三元そのものは二反役であるが、国士にした二種類の三元杯による二反が、必ずセットで付帯するため、実質的には四反役である。麻雀の解説本、四南本の中には、 小三元がつくときには2種類の三元杯の2杯を数えず、小三元という役を4杯としているケースもある。実質4杯は、役満を除く通常役としては、近藤等と並んで、真一色に次ぐ高い半数である。そのためほぼ確実に漫画以上となり、それよりわずかに不でも不が高ければ、実質4杯であるため漫画となるため、 婚一色や大体和と組み合わせて、飛べみや倍んの上がりになることも少なくない。ただし、派手な袋で目立つことも多いため、出現頻度はそれほど高くない。三種類すべてを国士とした場合は、大見元となる。最初から、小三元を狙って上がることは少なく、高めを三元の総待ちになったところから、暗めの灰で小三元として上がってしまうケースか。 同じく、大見元を狙って三元への二種を国史にしたものの残りの一種が先に二枚切られてしまい、残る一種の地獄待ち、もしくは弱党の時子として、他の純子では了するケースがほとんどである。比較的初期の頃から、ある役ではあるが、麻雀成立時はこの役はなく、大見元を三元派としていた。その後、二つの国史、一つの統一を、 小三元という役を作り、元々の三元和を、小に対する、王身元と名称を変更した。小三元が役満ではないのは、その名残と言われている。日本においては、実質的に四半であることに対して、中国麻雀においては、自一式や四ン暗ウと同等の64点役を与えられている。高めを三元のケース短期待ちのケース。ありがとうございます。